ただ小川慶次郎はそれにはまらないようにしなきゃいけないですね、やはり攻撃グランダーアウェーゴールを取りました。1対1素晴らしいゴールでしたね。そして最後はウゴビエイラ、そうですね、ウゴビエイラやはり最後はああいうところ飛び込んできますね。しっかりアウェーゴールを取りました横浜 F マリノス。マリノスとしてはめちゃくちゃ大きいですね、この1点。ただここ素晴らしいボールトス、そしてウーゴ・ビエイラの素晴らしい動きですよね。四角から飛び込んできて、どうしてもああいうあのディフェンスの対応遅くなるんですよね。